おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ですね、何の話をしていくかと言いますと、メインはですねこちら日本代表ガチャの久保選手、鎌田選手、冨安選手のおすすめスキルの話をしていきたいと思います。結構ねコメント欄で久保選手ってスキルどうですかとか、鎌田選手ってどのスキルがいいですかみたいな話をいただくので、私だったらこう考えますっていうのをねお伝えしていければなと思います。でその前にちょっとねいろいろ他のね細々としたことをまあやっていきたいと思うので、前半はね皆さん聞き流してください。まずですね、制限戦のリミテッドカップ結果報告からいきましょう。今回ベスト16で、決勝トーナメントベスト16で敗退してしまいました。まあ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 だね、まあ、前回前々回と優勝、その前が確か32とかだったかな、でその前が64とかだったので、まあ、今回ねちょっと予選のところ、最終予選のところで設定をミスってね結構苦戦してギリギリでの決勝トーナメント進出になってしまったんですが、まあ、その中でねきちんとチーム組んで、まあ、悔いない戦いができたかなと思います。いや、お相手の方もね本当に強くて、同じ戦術同士のぶつかり合いだったんですけれども、ちょっとね使っている選手の質で押し切られてしまいましたね。これは悔しかった。で、まあ、今回はそちらの報酬も兼ねてなんですけれども、星5確定スカウトチケットがねいっぱい手に入りましたので、まあ、こちらちょっとね10連だけ引いていこうかなと思います。なんつってもねあれが欲しいんだ、ペテッティが出ないことはね分かってるんですけど、ペテッティがねいてくれるうちに引いときたいのはあるんだよね。あのゴールキーパーがさ一人いてくれるだけでチームってめちゃめちゃ助かると思うんですよね。あ、待って、ベンエデルめちゃめちゃ嬉しい。ピンポイントクロス、ヒサイ、ヒサイ無限に来るな。え、あれじゃん、アウダイールじゃなくてアルトゥール危ねえ、よかったギリギリ思い出した。イン、あ、待って、これはトモリじゃないか、最高ですね。待って、トモリはもうね、トモリが欲しいんよ。クロアチアのゴールゲッター誰だ、待て待て待て、分からん、誰だ、あ、レヴィッチか、あ、今レヴィッチまだいるんだ、完全に忘れてました、レヴィッチがいることを。好きですけどね、レヴィッチね、ケパね。なんか最近ね、チェルシーめちゃめちゃケパ調子いいですが、てか皆さんワールドカップ見ました、開幕戦エクアドル強くないめちゃめちゃ楽しかったんですけど、開幕戦もう私リアルタイムで見てたんですけど、もうねもう眠くて眠くてしょうがないですね。もう今仕事中にもう眠くて眠くてしょうがない。え、ガッピアなんていたっけ、ベンエデル初、ガッピア初、レヴィッチ初、そうか、ニューカマーがまだ中にいたんですね。ケテラーレとかがいる回だったのか、何も考えずに引いてた。え、カルルー欲しかった、カルルーめちゃめちゃ欲しかった、くそ、つかトモリ来たからもうマジで戦術ガチャのトモリ欲しい、本当にトモリ欲しい。ちょっとペテッティ出ませんでしたがいいでしょう。次は日本代表ガチャを10連いきますよ。もうねあかん、前田選手しかね来てないのよ今。じゃワールドカップの話をしたいのでワールドカップに話を戻すんですけど、まずね開会式が良かったね、行きたかった開会式、本当は申し込んでたんですけど外れてしまってね、残念ながら開会式には行けなかったので来週行ってまいります、カタールまで。はい、テオエルなんです。なんでしょうね、お土産みたいなもの用意したいんだけどさ、皆さんにお渡しする術がないので、ちょっとなんか動画撮れたら撮ってくるのでそれでお許しください。ヤンペドナレクで、日本代表ガチャのさこの無料版でさ 5% やばくない、17人いるんだからさ、闇鍋なんだからマジ 10% とかにしてくれよとか思うんですけど、いまだに私はこれね、今これ月曜日に撮ってますけど、水木金土日月60回引いてて1人しか来てない、やばくない、来る気なさすぎないか。じゃあ私のね、コメント欄でも視聴者さんでもね、まだゼロですって方もいらっしゃいましたし、やばくない、 5% は分かるんだけどさ、本当に 5% かお前ら、クソ、しょうがない、これはもう諦めましょう。はい、ってことで、さらっとね前半ガチャを引いて私の話したかったワールドカップの話もできたので後半本番いきましょう。ちょっとねここからは丁寧に真面目にやっていきます。
コメント欄でもね、あの冒頭ちょっと言いましたけど、何回かいただいていた今回は当たり、まあ、いわゆる当たり選手ですけど、久保選手、鎌田選手、冨安選手のスキルおすすめを話していきます。でその前に三笘選手の話をしていくと、フィニッシャーからムービングフォワードにプレスター変わりましたね。これちょっとどうなのって思いましたけど、あのなんていうの、あの嬉しいんだけど、フィニッシャーで実装してから途中で変えるのどうなのっていう気はしましたけど、これね、仮にフィニッシャーの三笘選手が欲しいと思って引いた人たちにさ、保証しないとダメじゃんとか思っちゃって、いやちょっとドロドロした感じがしましたけど、まあいいでしょう。さあそしたらですね、まず久保選手からおすすめスキル話していきます。久保選手ってめちゃめちゃ優秀なんですけど、やっぱりムービングフォワードっていうプレースタイルあるので、あんまりねヘディングとかパワフルにする感じではないかなと個人的には思いますね。おすすめはロングシュートと、あとはトラップかな、またはロングシュートと通常のシュートかな、複合型のシュートでもいいかもしれない。まずフェイクドリブルがすごい優秀なので、ドリブル系のスキルはこれ以上つける必要ないです。でシュート AA あるので、このシュート AA を活かしていきたいですね。なんでメッシアスシュート1個メインでありますけども、メッシアスシュート以上のシュートスキルっていうものはやはり一つ欲しいかな。まあ一つベストとしてはウィムジーとかトリックみたいなジャンピングボレーができるシュートをつけておくとすごくいいと思います。まあ、本当にね彼の場合はジョーカーで真ん中もね左もできる汎用性がめちゃめちゃあるので、こういう汎用性がある選手って本当に長く使っていけるので、私個人的にはもう全然ねトリックシュートとかつけちゃっていいと思います。まあ、在庫あるならですけど。でもう一個はトラップかロングシュートなんですけど、個人的にはトラップよりもロングシュートかな。やっぱりロングシュート、まあ、センターフォワードで起用するなら、まあ、ロングシュートそんなに気にしなくてもいいかもしれませんが、例えばレフトウィングとかで起用するのであれば、ちょっと遠い位置から蹴ることも当然出てくるので、まあ、フェイクドリブルでねちょっと前に運んで、ロングシュートで決めきる、そういった選手っていうところはすごく価値あるかなと思います。もちろんねトラップもできるので、アグレッシブトラップ、プリズマティックトラップつけるのもすごくいいと思いますが、その場合は、複合型シュートの方を外し、ロングシュートを残す、複合型シュートを選択肢から外すっていう方がいいかな。ロングシュート1個必須でつけるといいかもしれません。でお次鎌田選手いきましょう。この選手もね意外と悩ましいんですけど、ドリブルできないので、個人的にはまあできないことはないんだけどね、ただ A しかないので、個人的にはあんまりドリブルスキルはおすすめしません。一応ね特徴的にも結構シュートとパスに振ってるようなタイプの選手ですね、救世主もあるので。ただ A ランクのマスキュラーありますが、違うパススキルつける必要があるかと聞かれると、私だったらつけないかな。パススキル2つは結構ハードかもしれないってなってくると、1個は通常シュート、ここは必須かなと思います。それこそさっき言ったようにウィムジーかトリック系のシュートスキルをつけるといいですね。でウィムジーとかトリックってジャンピングボレー、まあ、いわゆるヘディングと同じようなシュートになるんですけど、浮き球に対してのシュート発動っていうね感じになるんですが、 OMF でそれ必要なのって思う方いらっしゃるかもしれないですけど、私はマジでおすすめしたい。私ねスティーブン・ジェラーとかヘディング持ってるんですけど、 OMF の私のジェラーとヘディング持ってるんですが、マジで発動するし普通に点取るんで本当におすすめです。複合型シュートおすすめで、もう一個がスキルにあまりあるならトラップかな。トラップつけたい、トラップつけたいですね、マジでつけたい。アグレッシブかプリズマティックをつけたいですね。これだけ優秀な選手なので、その選手が中央でスタミナ削るトラップスキル持ちつつ、オプティマスロング打ってくる、で複合型シュートも持ってるとなると、本当に嫌な選手になると思いますね、相手にいて。私だったらトラップつけるかな。でもしもトラップの在庫ないよって場合は、ドリブルつけますね。自分のスタミナ回復できるドリブルスキルつけます。まあ、それこそね久保選手なんかが持ってる、フェイクなんかは自分のスタミナ中回復できるので、仮にドリブルスキルでね1対1で抜けなかったとしても、まあ鎌田選手ドリブルの値低いので多分抜けないんですけど、抜けなくてもスタミナ回復できるので、それはすごく大きなところかなと思います。まあ、こんな感じで作るかな。基本は、シュートは1個必須で、トラップまたはドリブル、ドリブルならスタミナ回復系を優先、またはディフェンスの能力ダウンかな、セバーみたいな。スタミナ回復系のドリブルスキルも貴重ですので、それもなかったらセバーみたいなね、ディフェンスの能力を一定期間下げるやつをやると、仮に鎌田選手が抜けなくても、その後ね違う自分の選手が相手のディフェンダーにドリブル仕掛けるときに有利になるので、おすすめです。最後冨安選手見ていきましょう。冨安選手ですけど、まあここはねあんま悩まなくていいかな。パスカットとマークじゃないですか。
エフェリアスも強いですが、やっぱエスフェリアスつけていいと思う。 S のフォーサイドタックルも化け物なので、正直ねちょっとこれも強すぎるので、これ以外のタックル本当に不要だと思います。1個パスカットは持っておくといいと思いますね。というか1個はつけましょう。せっかくなんでね、パスカット BB は結構高いですし、ディフェンスマスターでディフェンス能力ダイアップしてる。でパスカットダイアップもあるのでかなり能力値高いです。 BB しかないですが、特徴でかなり底上げされてます。なんで優秀なパスカットつけるつけてあげましょう。多分後悔ないと思いますね。いい、一番いいやつつけてもすごい優秀ですこの選手で。あとは A ランクのマークかな。でもしもどうしてもパスロングパスつけたいですって人は、まあ、モルテンみたいな相手フォワードのスタミナ削るロングパスつけるといいですし、その場合はパスカットとマークにしましょう。せっかくねあのフェリアスあるので、あのパスカット1個もつけないっていうのはない方がいいです。パスカット1個は必ずつけて、でもう1個のところで、ロングパスか S ランクのマークかっていうところで悩むと、まあ、かなり強力なセンターバックになるんじゃないですかね。まあ、鎌田選手はね本当に個人的にはめちゃめちゃいい OMF だと思うので、富安選手も悪くないんですが、富安選手の生かし方としてはライカルトと似たような感じなので、もうシンプルにねパスカットきっちりつけてあげるといいと思いますが、鎌田選手がねマジでいいと思いますね。本当に強い、マジで強いです。超羨ましい当たった方。あと久保選手もね超羨ましいです。まあ、ぜひぜひね、あのスキルつけるときに悩んでる方参考にしていただければ幸いです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。